はい、私の476日目。すごい。外から帰ってきたら畑が耕されてる。耕されてる。耕さされてる。ん？北海道弁みたいになってるけど、耕されてますね。あー、すごいな。パパザラシがやってくれましたね。すげえ。ここまで来てたらもうあとは、ちょっと鶏糞とか入れて、土作りして、秋物、夏も冬物の野菜を植えるだけっていう、そういう感じですね。ふかふかっすね。これはもう足を踏み入れたらズボッといくやつだ。大丈夫でしょ。そんなでもないか。そんなズボッといくほどでもないか。いや、そんなことはない。トマトももう抜き去られてるし、わずかに残るのはオクラとかシシトウとかピーマンとかって感じだね。おお、これは来週が楽しみだね。いや、巣作りだけかな、来週は。でも今年は冬も楽しめそうです。やったぜ。ほら。